皆さんこんにちは、こんばんは、おトマトです。いかがお過ごしですか。私は元気です。イエーイ、はい、今日は何をするかと申しますと、先日ね、銀座に行っておりました。その時に新しく5月11日にオープンした H&M に寄ってきました。でそこで買い物しましたので、その買い物の様子とか銀座の様子、購入品の紹介をしたいと思います。シーンでもちょこちょこいろいろ買ってるんですけど、靴下買ってみましたんでそれもねご紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報中心にお届けしております。もし気に入っていただけましたらば高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今月は5月30日月末の火曜日にライブ配信、夜の9時半からライブ配信いたしますので、またよかったらライブにも参加ください。それでは銀座の様子行ってみましょう。素敵なバーラウンジみたいなところで、お茶席をお招きいただいて、紫陽花の和菓子と抹茶をいただきました。美味しかった。今日も銀座は人がそこそこおりまして、観光客の方も割といらっしゃいますね。歩行者天国ですから、堂々と大きい道を通っております。あれ、リモアってあったっけ、ここに。いいですね、皆さん外国を旅行されてるという感じで、私も外国旅行したいんですけども、ザラの覗いてみようかな。ザラとね、てか新しくできた H&M をね覗きましょうね。昨日の私の OOTD がこんな感じです。お茶会に行ってました。今銀座の無印、そして左がねユニクロ東京、そしてユニクロ東京の、向こう側ですね、そちらね新しい H&M ができてますので、5月10日に通りましたが、5月11日オープンということで、なんかコンセプトストアみたいにインテリアというか H&M ホームも入ってるみたいでね、アパレルだけじゃなく、銀座撤退してからだいぶ経ちますけども復活したということでね、そっちを行ってみたいと思います。人がね多くてね、スムーズに歩けない観光客も、日本人も観光客も多いから、確かねこの前見た時はこの通りね、バナナリパブリックの向こうですよね、はい、こちらです。ロフトの向かい側が ABC ストアで、そしてその隣ですよね、ということで、はい、出てきました。シルバーのフープピアスと白いレースの、クロップド丈のブラウス、レースのね、今着てるジャケットみたいなクロップド、ジャケット代わりにそのレースを羽織れるかなと思って買いました。3990円、出しておきますね画面に。そしてフープピアスはね、安い990円ぐらいだけども、999円か、なんかキラキラして
ちょっと高見えするタイプだったので買いました。大きめです。またコーデで、紹介していきますね。真面目に帰るべきか。それではね、シーンでね買ったものをご紹介したいと思います。まずね、ノースリーブのニット、ネックが立ち上がったものです。モデルさんが着ててすごいかっこよかったので、買ってみたんです。ネイビーです。このね、今のライティングだとちょっと色がね分かりづらいかも。こういう色ですね。だいたいこの色に近いかなと思いますけど、ネイビーですねって分かるような色です。素材は出しておきますね。まあ真夏はもしかしたら暑いかもしれないですけど、しっかりしてます。で、首の立ち上がりもね、着るとね結構綺麗なんですよ。私の、買った目的は首のシワを隠す、ためなんですけど、ノースリーブ OK な方は、これいいじゃないかなと思います。1000円ぐらいなんでね。そして長さもね、ウエストの下ぐらいまで長さがありますので、出してもいいし、インしてもいいしっていう感じですね。その上にベルトをしたいとベルトしてもいいし、この上にオーバーサイズのシャツをファッとねこう羽織ってラフに着こなしてもいいと思います。それから靴下なんですけど、めっちゃ派手派手なのを買ってみました。こんなのラメラメです。ラメラメ1、2、3、4、5、6、6足セットかな。まあストッキングのようなすごいラメがね入ってて、サンダルとかに合わせるのだとこのぐらい派手でポップな方が面白いかなと思ったりしてね。それから、パンツにスニーカー履くにしてもちょっとこういうのがね覗いてても面白いかなと思って、ただまあこれはストッキングみたいな感じなので、靴の中で割と滑るかもしれないっていうのはストッキングと同じですね。自分だったら絶対一個一個だと、あるいは3足1000円だと買わないような色がセットになってますので、けど逆にそれが面白いかなっていう、ベーシックな色もあるしね、分厚くなってるので伝染しにくいかなと思います。もうタイツとか全然履かないので、レギンス履くか靴下履いて スニーカーからこれからだったらサンダルっていう感じで、素足にサンダルを履くんだけど、まあ今年はね靴下にサンダルを履いてみてもいいかなと思ってます。どうしてかというと爪が汚いの、足の爪が汚いからちゃんとしろって言いたいんですけど、ちゃんとそこまでね手入れが行き届かないの。私はめんどくさがり屋なん で髪の毛もまた自分で切っちゃったでしょ。これセンター分けもできるんですけど、まあ、切っちゃったんで斜め分けにしてます。またこれも買いました、こういうのね。でこれがいいなと思ったのは、これ8ペアでこの値段でね、これ履いてみたらねかなり朝履きでした。こう見えて後ろにねこの滑り止めがあるんですね。パンプスだとかヒールとかが割とあるじゃないですか、バレーシューズとか。でもヒールがあるものとかは特に足が前に前に滑ると嫌なので、滑り止めがあるといいなということでこれを買いました。後ろもね滑り止めがついています。長さがね少しだけ長くなってるんですね、こういうふうに。私25センチで、まあ、ギリギリ朝履きでなんとかね脱げないでやれるんじゃないかなっていう感じです。8足も入って、それからこれもすごい安かったんで買いました。ここをねピロピロピロってなってるんで、足首をあんまりこう締め付けないかなと思ってね、買いました。締め付け感があると足首に輪っかができてむくみがすごくひどくなるので、こういうね足首が締め付けられないんじゃないかなということで購入してみました。 1,2,3,4,5,6,7 今7足目のピンクは履いてるので7足はい、これもね安いでしょ。別に普通の若干まあこれからの季節にいいかなっていう、若干薄で冬用というよりはこれから用で、まあ普通の厚さですね、勝手に組まれてるののどれが好みかっていうのを選べます。これにピンクが薄いピンクがついて7足ですね。はい、靴下なんか
冒険したいなっていうね、気持ちがあるじゃないですか。サンダルにおしゃれなやつを合わせたいとか、そういうふうに考えた時に、普通に真面目に買ってると高くて、失敗した時に打撃が大きいので、なのでこう安いのを買っとくとね、いいんじゃないかなと思ってちょっとトライしてみました。はい、いかがだったでしょうか。銀座はね、すごい観光客とか人が戻ってました。そして海外からの、ね、人たちがたくさんいて、でお店なんかもね、どこもいっぱいで、もう銀座6なんかも入りましたけど、すごい人でした。まあ、私はあの相変わらずお手洗いを借りただけなんですけどね。でももう本当いろんな方が買い物されてましたので、今東京はホテルも高いし、それから観光客も多いしっていうことでね、随分と、まあ、私も東京でホテルステイして遊びたいなと思うんですけど、ホテルがねすごく高くて、はい、そんな感じです。はい、私のチャンネルでは、アラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報を中心でお届けしています。気に入っていただけましたら、高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画ですぐにお会いいたしましょうね。バイバーイ。